できない理由を考えたら、複数の銃弾が左胸付近に当たり、そのうちの1発が首に命中したということです。自民党関係者によりますと、安倍元総理は現場で看護師らで作る団体看護連盟関係者の応急処置を受けたということです。詳しい容体についてはまだ分かっていません。すぐにヘリで搬送され、ご覧のように県内の大学病院に